オレンジの紬の一重色無地紬とは、紬糸で織られた、絹織物。貝湖の繭から紡いで、よりをかけて、丈夫な糸に仕上げて織ったもので、例外的に木綿を素材とするものを称することがある。紬の生地を縫製した和服を指す場合もある。通常の絹糸は、繭の繊維を引き出して作られるが、木糸を引き出せない品質のくず眉を、 面状にして糸を紡ぎ出したものが紡ぎ糸である。くず眉には玉眉、穴開き眉、汚染眉が含まれ、玉眉とは二頭以上の蚕が一つの眉を作ったものを言う。紡ぎ糸は手でよりをかけるため太さが均一ではなく、玉眉から作られる糸は二本の糸が複雑に絡まっており、節の多い糸になる。これを玉糸や節糸とも言う。また、 紬糸には面を溶いて紡いだ、いわゆるもめ糸もある。これらの糸を平織りした布が、紬の生地である。紬糸は、一線、経線の両方に使用する場合と、片方に使用する場合がある。本、眉から作る絹糸を用いた布の表面が、絹独特の光沢を帯びるのに対し、紬は、鈍い光沢を放ち表面に、小さなコブが生じ。 独特の風合いを持つ。耐久性に非常に優れ、古くから日常の医療や野良着として用いられ、父から子へと数代にわたってきつながれた。しかし、折りたてでは生地が硬く、着心地が良くないため、裕福な商人は番頭などに自分の紬を着せて柔らかくなったところで自分で着用したという話もある。江戸時代に贅沢禁止令が出された折に高価な、 絹物を着ることが禁止された。しかし浮遊な町人たちは絹を着ることを諦めずに、遠目からは木綿に見えるということで工夫され、絹であるのに木綿と言い張れるようにと好んで、着るようになったとする説もある。色合いが渋く、絹なのに絹らしい光沢を持たない、さりげなく趣味の良さを主張できる粋な織物として、人気を博した。 そのため農村の若い女性にとっては大切な収入源となり、紬の名産地である米沢の女性たちは、丹念に折り上げた列を出荷する夜には別れを惜しみ、米沢の老いなは紬を抱いて寝るとも言われた。折るのに手間がかかることもあって、現代では着物好きの人が趣味的に着用する衣装として高額で取引されている。 野良着であったことから材質が絹であっても清掃に用いてはならないとされ、外出着もしくはおしゃれ着として用いられることが多いが、近年では、略清掃程度であれば用いる場合がある。蚕が最初に履く不揃いの糸や、玉眉など、本来は、くず糸とされていた、規格外の眉からザぐりで糸を引き、精錬加工せずに折った、絹織物である。京都に存在した。 株式会社小松屋の創立者である、ゆげのりあきが昭和40年代に開発し命名した。その後多くのメーカーで制作されるようになり、1995年には株式会社商山が商標登録している。ありがとうございます。